はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、カイバセトです。さあ本日なんですが、聖眼デッキやっていきましょう。お待たせしました、ブルーアイズ好きの皆様。ブルーアイズデッキ、大好きで、OCG の方でも使ってるんですけど、大体再現できたかなっていうか、ちょっと若干カードプール違うんで OCG と、なんですけども、結構再現できたかなと思うんでご紹介していきたいなと思います。何が何枚あるかちょっと先に説明していきますね。はい、これをちょっとねデッキ共有リンク貼れるようになってくるといいんだけど、このゲームね、ブルーアイズが3、ライティー3、エフェクトベイラーが3、ジェットシンキュロンが3、ホワイトオブエンシェント太鼓が3で、レフティーが1、オルタナが3、白きレリューが1、レビオニアが1、ディープオブブルーアイズが2、カオスマックスが1で、羽ボキ1、死者蘇生1、トレードイン3、目覚め3、ワンフォーワン1、竜の霊廟が3、竜の霊廟ね、はい、で、復活の福音が3と、カオスフォームが1、それから、強靭無敵最強が1という風になってます。メインデッキはですね、スキルドレインとか積んでも強いと思うんですよ。なんで、もうちょっとなんか、この辺1枚にしたいとか、なんかその、ちょっと絞って、もうちょっとギミックをね、で、スキルドレインとか、ぶち込んでスキドレ制限みたいにすると結構環境とも渡り合えるレベルでめちゃくちゃ制圧能力高くなるんで、それはそれでいいと思いますね。はい、僕はちょっとスキルドレインはちょっと制圧しすぎちゃうんで、フリー対戦とかで使うようなのでね、なんで抜いてますけど、ガチで使う場合はその辺も考慮していただければなと思います。はい、でエクストラですね。エクストラはフォーミュラーシンクロンが1位、ブラックローズ月下流の方が1位、先行流が1位、銀流1位、不夜城1位、スピリット1位、それから、バーミリオンが1位、ドラゴアセンションが1位、ブルガーダが1位、ヴィングルスが1位、ビーストザ・ビーストね、禁止カード OCG だ禁止カードが1位、アーゼウスが1位、あとリンクリボー1位、グラビティコントローラーが1位、ハリハイワーが1位という感じに、なっております。エクストラはちょっとね調整中なんでちょっと無限に迷ってるんですけど、バロネスっていうね最強モンスター出す構築だったんですよ、 OCG の方だと。これいなくてバロネスが でレベル10のシンクロモンスターを、これがドラゴアセンションと今ブルガーダが入ってるんだけど、この辺はちょっとマジで調整中、まだ分かんない。で、どういう動きをしてるかっていうと、基本的に、ハリファイバー作っていきます。はい、ハリファイバーを作っていきます。ハリファイバーを作ると何ができるかっていうと、これデッキからね、チューナーレベル3以下のチューナーを守備表示で特殊ができるんで、これを太古の白石とかで、持ってきて太古の白石を特殊召喚した上で太古の白石をリンクリボーとかに変えれば即座に太古の白石が墓地を送られるんで、聖眼が出せると、聖眼系のモンスターですね。で、基本的に強い動きが、竜の霊廟とライティードライバーとかがある時が一番強いんだけど、竜の霊廟で、ブルーアイズとかを墓地を送っといて、でさらに太古を送っとくと、でライティードライバーでライティーレフティーとか、もちろんジェットシンキロンとかでもいいんだけど、1枚でハリファイバーになれればいいです。でハリファイバー出して、でハリファイバーで、デッキから太鼓持ってくると、ここジェットシンキロンとかにしてもいいですけどね、竜のレベルとかがあった場合は。で、リンクリボーにしたりとか、あと復活の福音とかがあればシンクロもできるんで、例えばハリファイバーと、精霊竜とかになったりとか、その聖眼が展開できなければハリファイバーから、太鼓出してきて太鼓を普通にリンクリボーに変えるだけでもいいです。で、エンドフェーズに、ブルーアイズがね墓地にいると特殊召喚して最強のモンスターがいるんですよ。これ竜の霊廟とかあとジェットシンクロのコストとかあと目覚めの戦慄とかコストとかで聖眼墓地を送っといたりする必要があるんだけど、これですね、ディープオブブルーアイズ、これめちゃくちゃ強くて、このカードが聖眼がフィールドか墓地にいる場合にしか発動することができない効果があって、でこのカードが特殊召喚に成功したら敵から儀式魔法を加えると、要はカウツフォームをね、手札に加えることができると。でさらに、自分のエンドフェーズデッキからレベル8以上のドラゴン族モンスターを1枚手札に加えるっていうことで、こいつが聖眼が墓地かフィールドにいる状態で特殊召喚に成功するともうカオスマックスとカオスフォーム持ってこれるんですよ。これがめちゃくちゃ強いです。だから3ターン目以降にカオスマックスが予約できるっていうことですね。先行では立てらんないですけど、手札決まんないと、けど結構決まるんで、このディープブルーアイズからのカオスマックスが、なんでこれが、エースモンスター、真のエースですね、このデッキの。はい、で裏技みたいな感じのルートがありまして、ザビーストっていう皆さん禁止カードあるじゃないですか、これめちゃくちゃ強いんですよ。
これはフリーチェーンでこのカードの素材を取り除くと、相手はね、何の効果も発動できなくなるっていうモンスターの、ヒドの表示モンスターは宣言者属性になって、宣言者属性のモンスターは、攻撃できないし効果を発動できないっていうのがあまりにも強い効果を持ってるんですよ。これがね、聖眼でも一応出せるんで、そのギミックをご紹介していきたい。どういうルートかっていうと、まあ、例えばライティドライバーとかが一番わかりやすいですかね。ライティドライバー召喚して、まあハリファイバーを立てると。でハリファイバーを立てて、でハリファイバーから、ね、持ってくるのが ね、まあ、ねジェットシンクロンがいいですね。ジェットシンクロン、あの1回で2回仕事する、あ、違う、1枚で2回仕事する中長いです。ハリファイバーから、まあ、ジェットシンクロン持ってきて、でまあオルタナティブが展開できるか、まあ、もしくは復活の福音でブルーアイズを蘇生するかどっちかなんですけども、レベル8を場に展開して、ジェットシンクロン と、ブルーアイズホワイトドラゴンでレベル9のスピリットドラゴンを出すと。でスピリットの効果でレベル8になるんですよ。先行力スターラスト、いきなり先行でね。で、ジェットシンクロンの効果を使って墓地から蘇生するとまた9できるんですよね、シンクロ召喚が。で9で、不夜城を出します。で不夜城はシンクロ召喚に成功した場合に墓地のレベル9のモンスターを特殊召喚できるんで、不夜城で、スピリットを蘇生すると。そうするとレベル9が2体並ぶんですよ。ここで神竜出します。はい、これがねやっぱね一番強いですね、先行制圧という意味ではね。はい、だこのカードをまあうまいことね、活用できればいいなと思って一応このギミックは入れました。まあ言うてね、今ランク戦しかないから、フリー対戦だけだったらさ、別にフリー対戦があるんだったらこのザビーストとか抜くんだけど、やっぱランク戦がある以上ある程度強いカード入れないと勝てないんで面白くないと思うんですよね。なんで、まあ、この辺のカードが入ってますっていうことですね。まあ本当の気持ちを言うと、この辺全部抜いて聖眼系のモンスターとか、あとツインバーストとか入れたいです。ツインバースト入れてたんですけどマジで出ないんで抜きました。はいというわけで早速ね、聖眼デッキ回していきましょう。デュエルスタンバイ、先行でお願いします。はい勝ちました OCG 本当に先行級だよ。めちゃくちゃ、まあそれをね抑止するために手札誘発があると思うんですけど、本当に先行ゲーだなっていうのを思いますね。ああ強えな、おい余逸だな、これは余逸だな、おい。竜の霊廟発動、竜の霊廟の効果によって、ブルーアイズホワイトドラゴンを墓地に送りながら、これは太古の白石でいいか。まあ一応これハンド VFD 出るんですけど、ちょっと VFD 出しちゃうとなんかちょっとフリー対戦意味わかんなくなっちゃうんでVFD はちょっと一旦やめて、普通にハリファイバールートで太鼓を出してくる感じでいきましょうか。じゃとりあえずブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚していく。そしてこれでシンクロ召喚していると思うんですよ、リンクスミンさんね。リンクスミンさんはおそらくねここでシンクロ召喚していると思うんですけども、ここでねハリファイバーを出しましょう。ハリファイバーを出します。はい、でハリファイバーシン、リンク召喚成功時効果、デッキからレベル最下の、中縄を一体特殊召喚できるよという効果で、ここでまたもう一回太鼓の白石を出していくと。でここで一応ジェットシンクロンを出せば一応 VFD できるんですけど、ちょっと今日は今回はやりません。はい、これでいいでしょう。はい、で復活の福音を発動しましょう。復活の福音を発動して、でさらにブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚していく。これで復活の福音が墓地に2枚いってるんで、ドラゴン族モンスターが、2回破壊されません。はい、最強ですめちゃくちゃ硬いです。でレベル8のブルーアイズホワイトドラゴンにレベル1の、太鼓の白石をチューニング、新境召喚現れよブルーアイズスピリットドラゴン。これで俺はターンを終了するぜ。いいえ、これはターン終了だ。さあエンドフェイズ、太鼓の白石の効果が3回発動するぜ。3回も発動すんの3回発動すんのやばない。俺はブルーアイズ、ディープオブブルーアイズを特殊召喚、そしてディープオブブルーアイズの効果発動。ディープオブブルーアイズの効果により、儀式魔法を手札に加え、そしてさらに儀式魔法を手札に加えた後、さらにディープオブブルーアイズの効果によりレベル8以上のドラゴン族モンスター、もちろんブルーアイズカオスマックスドラゴンを手札に加えさせてもらう。そしてさらに太鼓の白石の効果も発動。さあ太鼓の白石の効果によりブルーアイズホワイトドラゴン特殊召喚、そして太鼓の白石の効果を発動。これは白きレイリュウからでいいか。
白木レイリーを出していこう。白木レイリーを特殊召喚。ふう すごいな、すごい展開力、すごい展開力。ブルーアイズディープブルーアイズ、ブルーアイズ精霊流、さらにハリハイワーよ。さすがに強い。記載のプルフィネス、誰、マルチネス誰これ。あー一回トラップカード除外して、あ強いな、なんか謎にこれやってること強そうだぞ。何できたこれ。メタファイズアセンション、メタファイズデッキじゃあやばい強そう、わからん、やばい。デュエルリンクスでは環境あったことがあります、メタファイズは。え、ちょわからない、やばいやばいやばい、すごい やばいこと起きてる。え、これダイダロスできたらやばくない、これダイダロスできたらマジやばいんだけど。特殊召喚したモンスター全部除外されるとか、もう全部除外されるやん、これやばない。とりあえずちょっとハリファイバーの効果発動しよう。ハリファイバーの効果を発動し、相手団のメインフェーズ中にこのモンスター を除外することによって、シンクロチューナーを特殊召喚できる。フォーミュラーシンクロをシンクロ召喚、そしてフォーミュラーシンクロの効果を発動、シンクロ召喚成功した場合カードを1枚ドローすることができる。その効果にチェーンし、フォーミュラーシンクロンの効果を発動。フォーミュラーシンクロンの効果によって、相手ターンのメインフェーズ中にシンクロ召喚を行うことができるという効果。さあレベル8のディープオフブルーアイズにレベル2のフォーミュラーシンクロンをチューニング、シンクロ召喚現れよ。天空天空波流ドラゴンアセンション、誰やねん、お前誰やねん。そして攻撃力をアップするぜ。フルルルルー攻撃力3200、つえー全部除外されるかもしれないの、やばくね。マシンメタファイズはいいわ、マシンメタファイズはいいや、マシンメタファイズはいい。ちょマジでちょっとタイラント除外からのなんかダイダロスみたいな、ちょっとリンクスムーブみたいなことされるとマジでやばいこと起きるんだな。はい、メタファイズネフティスいいだろう。ネフティスを除外していく。なるほど、いいでしょう。ネフティス上、打点が下がっていく。うっとしいな、あれ。メタファイズファクトゥ。オッケー。オッケー。ファクターはなんかあれだよね。次元の裂け目。だる？マクロコスモスじゃん、これ。だりー。だりー、新規の素材が全部ポチいくのめちゃくちゃめんどくせえ。めちゃくちゃめんどくせえ。まあ、ちなみにこれでも一応救急したらこれ救急で VFD 出せるんですけどね、ちなみに自分のファンで。なるほど、あーめんどくせえな、これもこいつもめんどくせえな、こいつも割とめんどくせえぞ。攻撃宣言時、まあメタファイズ、メインフェーズ終了前はいいわ、メインフェーズ終了前はいい。エンドフェーズなんか遅えな、相手のデッキまあこれはやんなくていいかな、家で。でもさ、ネフティス、あ、でも大丈夫か。これ、相手ターンに、ちょ、わかんないけど、これ、ダイダロス出てることないか。これ、ネフティス除外されただけだもん。スタンバイフェーズ、大丈夫ですか。デコイの方がどうします、デコイの方が、でも、あ、これか、あれか、除外されてる。なるほどね。これ、デコイで、デコイで特殊召喚したいっていうことね。なるほどね。はい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 。じゃあですね、どうしようかな。ちょ一回除去りたいんだよな、次元の裂け目マジでうざくて、墓地に行けないのめっちゃうざいんですよね。結構墓地リソースこっちも一応使うので、まあ、とりあえずジャンクシンクロン召喚するでしょ。であディンゲルスできるのか、ディンゲルスはそっかレベル8 2体いるもんな。ディンゲルス出してどっちがいいかな、シンクロ召喚先ディンゲルスか、ディンゲルス出して素材が墓地に行かないようにして、でディンゲルス効果発動して次元の裂け目を墓地送るか。レベル8のモンスターに対してオーバーレイ、エクシーズ召喚現れよ。シーオルフェゴーレディンゲルス、ディンゲルスが、特殊召喚に成功した場合相手フィールド上のカード1枚を選んで墓地に送るぜ。ちょっと一回この次元の裂け目っていうなんかめちゃくちゃやばいカードちょっと一回送ろう、これこっちだね、はい、こっち送っていく。でブルーアイズ見せつける、オルタナティブホワイトドラゴンを特殊召喚、そしてオルタナティブの効果発動、相手フィールド上のモンスター1体を破壊させてもらう。ジャゴー、さらにレベル8のオルタナティブホワイトドラゴンに何なんかそいつ効果あるのか。相手と勝ちた場合除外されている自分の通常トラップをセットする、うるせえ黙れ
うるせえ黙れ、ぼっち効果だろそれ、黙れ。そしてレベル8のブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴンにレベル1のジェットシンクロンをチューニングしていくぜ。シンクロ召喚、揺るがす灼熱の号砲、強大なる敵をガチ破滅をもたらす砲弾とかせ、シンクロ召喚、降臨せよドラッグオンバーミリオン。ドラッグオンバーミリオンのモンスター効果発動、墓地または手札のチューナーモンスターを除外することにより相手フィールド上のカードを1枚選択し、そのカードを破壊させてもらう。そしてこれはなんだ、これはあ太鼓チェットか、おおいいだろう。ここあれですね、 VFD 出しましたね、出せますね。これ VFD 出ますね。俺は墓地のブルーアイズホワイトドラゴンをゲームから除外し、こっちでいい。現れよ、これが俺のデッキの真の切り札、ブルーアイズカオスマックスドラゴン。そして攻撃表示に変更、墓地のディープオブブルーアイズの効果を発動、このカードをゲームから除外することによりフィード上のドラゴンズモンスターの攻撃力は全て1000ポイントアップする。太鼓の白石の効果を発動、俺はこのカードをゲームから除外しブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴンを手札に回収。さあ行くぜバトルフェイザー、バトル覚悟はいいかお魚や、行けブルーアイズスピリットドラゴンでダイレクトアタック、カオスマックスドラゴンの攻撃、混沌のマキシマムバーストー、ふう、やつを呼べ。さあ相手が先行高校、あなたが先行、いやロクラデッキじゃねえ、マジで高校取るデッキはロクラデッキじゃねえ。わざわざ選ばしてやってんのによ、高校取るとかお前どうなってんだよ。デュエル、デュエル開始の宣言をしろ磯野、デュエル開始。まあハンドは強い、まあ、またこれ VFD できんな、 VFD できるハンドめちゃくちゃくんだけどよ、まあ一、まあ、それやっちゃうとちょっとフリー対戦なんか崩壊するので、ちょっとそれやめましょう。一回こうしてですね、で141を効果発動して、こうしてでですね、とりあえず太鼓の白石を特殊召喚していく。で、2体のモンスターでリンク召喚を行いましょう。オルタナティブホワイトドラゴンと太鼓の白石でをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン、現れよリンクにクリストロンハリファイブ。ハリファイバーリンク召喚に成功した場合の効果を発動、ハリファイバーリンク召喚に成功した場合、デッキからレベル1のチューナーモンスター太鼓の白石を特殊召喚させてもらうぜ。これあれだな、天球 EX だもんな、これあれだな、なんかエクストラマジ足りねえわ、これ無理だこれ、なんかさここどうしよっかな。あ、ちなみに皆さん、あのデッキレシピ解説してるのいつかわかんないですけど、これなんかね多分ね全然違うことになりそう、デッキなんかね常に調整しながらやってるんで、ちょっとエクストラが全然定まってないんで、なんか最終的にエクストラどうなったかはちょっとデッキレシピの紹介の部屋で、紹介のパートでやろうかなと思うんですけど、これだって マスカレーナとか入れとったらこれアストラも出るもんな、これ普通に、それはそれで強い、効果では破壊されない、効果の最初にならず、しかも戦闘無敵みたいなアストラムにはなれるんで、なんだかんだ強いんだよな、これエンドしかないな。一応これでで太鼓の白石の効果を発動、太鼓の白石の効果により俺はディープオブブルーアイズを特殊召喚、そしてディープオブブルーアイズの効果を発動、ディープオブブルーアイズの効果により、これだったら手札コストあれでよかったな、あもうどっちでも一緒か、でディープオブブルーアイズ手札コスト太鼓でよかったな、もうなんか無限にモンスター出せばよかったな、まあいいや、よしこれで、でたぼしとして墓地の太鼓の白石の効果を発動、現れよブルーアイズホワイトドラゴン、これやな、こっち攻撃表示で特殊召喚、よしターンも終了だ、さあお前のターンだカワウソ、かかってこい、どんなデッキなんだ。ちなみになんですけど、
VF に一応できるっていうことだけは言っておきますね。今のあの手札で青眼とチューナーが並んで、でさらにワンフォアもあったんでチューナー2回出せるじゃないですか。そうすると VFT ができるんですよ。精霊竜出して、で精霊竜の効果で先行竜になるんですよね。で先行竜になって、でしかも今通常召喚権使ってなかったもんね俺ね。だからあれだわ、ワンフォーワンで出してきて精霊竜立てて、で精霊竜が先行竜スタラソにあって、で先行竜と通常召喚した太鼓で、VFD 出して、で VFD とディープブルーアイズブルーアイズみたいなのがやばそうな場面になりましたね。はい、多分めちゃくちゃ強いと思います。本来であればその動きをした方がいいんですけど、多分ねランク戦とかであれば、一応フリー対戦なんで、フリー対戦で先行なんか VFD とかいう意味不明なことしても何にも起きないんで。ブラスターキャノンコア誰やねお前、お前誰や。へえ、なるほど、ちょっとわかんねえけど、とりあえずこれこの処理後にハリファイバーとかどうするの。ハリファイバーの効果を発動、フォーミュラーシンクロンを特殊召喚、そしてフォーミュラーシンクロン特殊召喚で効果発動、フォーミュラーシンクロンの効果でワンドローをさせてもらうぜ。そして1枚ドローし、その後その処理後にフォーミュラーシンクロンはフィールド上のモンスターでシンクロ召喚を行う。レベル8のディープオブブルーアイズにレベル2のフォーミュラーシンクロンをチューニング、シンクロ召喚現れよ、天球破竜ドラゴアセンション。そしてドラゴアセンションの効果発動、プルルル打点高え、強えドラゴアセンション、こんな強いドラゴアセンション見たことない、こんな強いドラゴアセンション見たことない、マジで4000だぜ打点、やばすぎるでしょ。オロフク、なるほどオロフク、はい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 、なるほど龍一、あアンティークギア Y1、 なにやばい、なんか強そう、アンティークギア Y1 はさすがに強そう。でボックスサーチ、なるほど、でボックス効果で、手札に加わった場合、攻守どっちかが500のなんかモンスターをサーチできるっていう効果ね。はいはいはい、大きいだろう、なんか割とデュエルリンクスでもよく見るムーブだなさすがリンクスミン。うちのちなみに竜の幹部会っていうメンバーシップやってるんですけど、そこでのルーム対戦よくやってるんですけど、リンクスミンかなり多いんで、デュエルリンクスやってるけど、なんかそのなんだ、OCG 始めたいよみたいな、 OCG っていうかマスターデュエル始めたいよみたいな方にはすごいおすすめですね。パレスティックシューターこれやばいんじゃない、これあれこれやばいかな、あれこれ終わったか、世界終わるなこれ。アンティーキアパレスティックシューター、オッケーで、ギアタウンを破壊しながら相手の攻撃力をゼロにしていく、あーアセンションアセンション、俺のドラゴンアセンションが攻撃力ゼロにされてしまった、まずい。そしてギアタウンの効果で破壊された場合、デッキからアンティーキアモンスター1体を、特殊召喚することができる、何らかのモンスターを、召喚条件は多分無視れないから、まあ、アンティーキアゴーレムとかだってことない。リアクターだ、ガチのリンクスミンじゃん、ガチミにデュエルリンクスしてるあれこれデュエルリンクスだっけ、なんかこの青いモンスターたちいなかったらマジでデュエルリンクスなんだけど、アンティークギアフュージョン、何アンティークギアフュージョンの効果によりフィールド墓地で融合を行う、ちょっとやっぱ4体素材だけやめませんか、4体素材だけやめましょう、4体素材で融合するのだけは本当に勘弁していただきたいってところ、4体は見て、4体はちょっとさっき何枚だっけ、今ボックスとギアがあるからまだわかんねえか、でも4体いんのかもう、あ終わったかさあどうするカワウソ、何を出していくんだ、あこれ、超巨人か、超巨人破壊されたらなんかアルティメットゴーレム出せるんだよ、ね、確かエクストラデッキから破壊された場合、相手の効果でフィールドから離れた場合、超究極巨人が出せると、はいはいオッケー了解、召喚条件無視ってね、いいよ別にバトルか、なんかあいつ出てくるかと思ったけど出てこないかもしれないわ、これカオスジャイアントっていうなんかヤバすぎるモンスターがいるんですけど、ベルテアラコンダ、あれちょ待ってちょっと待って、よくないよ、それはよくない、オーバーロードフュージョンはよくないよ、
うわよくないってよくない、逃げろドラゴン選手を。うわ、クリック、クリック、ビックリボーの効果も発動できない。このモンスター攻撃する場合、相手は効果を発動できず、すべてのモンスターに攻撃し、貫通能力を持っている。うわ